こんにちは、かいばしらです。サブチャンネルですあのさ、なくしたものがあって、なくしてたものがあったの。見つかったの。これみんなさ、すーげー共感してもらえると思うのと、あと寝癖だらけで、あの、と、取る勇気を褒めてほしいんだけど、<laughs> それもそれで。ま <laughs>、今昼寝しとってちょっと。で、起きて、で、ぼーっとしてさ、よし、ちょっと少し寝出しといて。 活動しようって言って。あの、トイレ行って。まあ、いいや、ちょっとその前に、その前に今日の体重。59.40ですね。はい。トイレ行って、えぇーって言って、へぇーって,って,ーって,って座っててね。ぼーっーとしてんじゃん。で、ひーって、こう適当に目線ふえーってやってたら見つかったの。ここ。この範囲の中で。机の中とか、押し入れの中とか、クレゼットとか、で冷蔵庫とか。 じゃないのももう特に何もせずここに座ってる目線の中にあったの。なくしてたもの。探す必要がない場所にあったの。だけど見つけられなかったの、今まで。あるよね。そういうこと。あれねえなーと思ったら、何でもないところにあったの。何かって言ったらこれなの。アップルペンシル。iPad で僕はなんかこうメモとかするときにアップルペンシルとかね。 前使ってて。で、最近、ここ引っ越してきてからね、この家に引っ越ししてきてから、iPad をあんまり使ってなかったから、いつぐらいかな、一週間、二週間ぐらい前に、で、また iPad をちゃんと使うようになったんだよね。で、その時に探してたもんなの。アップルペンシルなくねって。あれアップルペンシ いや、使ってなかったけど、最近。だからといって、引っ越しの時に、例えば、これもう必要ねえから、ああ、捨てようとか、そういうことしたかいや、してないよな。だって、アップルペンシルって、まあまあ、こんなもん、そこそこ高いんだよ。イラつくけど。こ、これ、こんなもんが。<laughs> ってことは、もう一回使うだろうと思って、残しとかん僕、と思ったじゃん。思ったじゃん。<laughs> 思ったじゃん。でも、見つからなかったんだよ。それこそ、その、いろんな、 もう、ど、机だ、えっ、ー、と、あの、テレビの台の中だとか、あの、ペットのね、なんかその、あの、フード入れの中とか、入れそうにないところとかも全部調べたの。ないの。だから、うわーなんか間違って捨てちゃったかなーって思ってて諦めてたやつなの、これ。で、今見つかったの。この状態で。どこにあったと思う どこにあったと思うあんでもう私の目線をあなたたちに見せます。ちょっと待ってね。え、エロいサイト開いてたから、それを閉じるわ。今僕の、僕の目線を再現するから、このカメラで。で、これをどっその見つかった場所に置いとくから、どこにあるかあんたたち探してみて。行くよ。うぅー。うぅー。うぅー。 ちょっとかタンが絡んだおっさんの感じも再現するから、ちゃんとね。えー、<laughs> そこまでは再現せんではい、じゃあ目線いきます。ぼーっとしてます。ぼーっとしてます。ぼーっとしてます。 見つけた見つけた今、今、見つけられたと思う、みんな。みんな見つけられたと思う。場所ね。ここ。わかるこのラックの、ラックの、柱に、ひっついてた。 あの、マジックでね、マジック、あの、こうやって、磁石でひっつっから、これ。セミ。またしても <laughs>。セミっていう単語が一夏に2回出てきた <laughs>。インサマー。 さすが夏だぜって感じ <laughs> そのちょっと夏を満喫しすぎではないですか貝柱さんセミっぽい感じで止まってたのよ止まり木にウィーンウィーンウィーンアップルペンシルこれを見逃してたんだよでさっきも言ったようにみんなは今見つけられたと思うのなぜならアップルペンシルを見つけてねって言った上でこの視界の中に入ってるっていう前提があるでしょ 見つけられなかった人あんまいないと思うんだけど、これす、怖いよね。潜入感だよ。セミしてるとは思わなよ。ペンなんていうものは、セミしないんだよ。セミしないの。大体の場合は、その、床に置いてる、床っていうか机に置いてるとか、だから、あの、置かれてる。横にこうなってるとは思わんのよ。こうなのよ。 つまり縦か。縦になってるとは思わんのよ。横になってると思うじゃん。その前提で探してたから。見つかんないんだよね。しかも、なんか面白いのが、もう一回見る絶妙じゃない。絶妙じゃない。なんか気づいたらこう、これはさすがに。 今だったら絶対見つけられるけど、あれってアップルペンス使いたいなって思った時にさ、まあ、だからこうやって机をまず調べたりするじゃん。で、机の中バって開けたりするでしょで、いろいろやるじゃん。ラック見るにしてもさ、ラック見るにしても、だからこの辺じゃん。この辺じゃん。ここはなんかね、要は物を置くところじゃないって思ってるから、この柱、柱っていうか、部分は。 見逃すんで、すっごい絶妙。こんなの、こんな近くにいたんだよ。我が机の椅子から、こんな距離に、もう iPad から、iPad から、こんな距離にいたのに、見つけらんないんだよねー。すごいねー <laughs> い。なんかね、これさ、本当に不思議。あのさ、探してた時もだよ。これ思ってたんだよ。絶対先入観が働いて、 見えてるはずなのに見えてないぞって思いながら探してたんだよ。だからいろんなところもしっかりと注意して見ようねって思ってたんだよ。僕。本当に。みんなもそうでしょだから何回もこういうこと繰り返してるから、なくしてどこだって。メガネがさ、メガネがないメガネがないみたいな。繰り返してから、絶対潜入感だと思ってあらゆるところをしっかりと。 アップルペンシルの形を意識して見ていたにもかかわらずこの柱についてるなんていうのはう一つも思わんくて見逃してんのいやー面白い楽しいマイライフ <laughs> 楽しいで思い出すんだよそういえば前の家でも 柱にひっつけてたみたいな。マグネットだから、机の裏にピロ、ピトってひっつけてたなって。思い出すんだよな、こういう時に。面白いよねアあんたジちもなくしたものあるかい今。柱にひっついてない <laughs> セミしてないセミ状態になってる何かしらないですか <laughs> ひょっとしたらあるかもよ。まあ、何にせよですよ。 よかった、見つかってね。本当にこういう、これマジ便利だからさ、これでいろいろメモが取れるって思うよ。だからこれ今まで紙のやつ使ってたけど、まあこれ紙もね、紙でやっぱね、書いてみりゃすごいいいんだよね、すごくね。めちゃくちゃ、あの、便利で、最近紙もいいなとか思うけど。で、あの、ちょっと話ずれるけどさ、字とかさ、忘れるんだよね。パソコンで字を売ってるから、手で書くってことしないから、忘れてんだよね、字を。 すっげー調べんの。あの漢字どうやって書くんだっけあの漢字どうやって書くんだっけっすっげー忘れてんだよ。やってみ覚えてるめちゃくちゃショックだったからさ、最近、だから字書くのってそれ大事だなって思ってやってるけど。まあ、でも、Apple Pencil あったらもう、それ直接ね、タブレットに書けるからいいんだけど。<laughs> ま、そういうことですね。これはね、もう人間どうしたって、そ、そうなるんだよね。 注意してても、絶対潜入感で見えてないぞって思っても、見逃すんだよ。もっとさらに、潜入感を、僕はあの時潜入感で見えてないぞって、自分で理解して言い聞かせてたつもりだったけど、もっとさらに奥の壁を取っ払う必要があったってことだね。これは何事にでもそうなんだと思うね。いいことをね、今日すごく学んだかな。 それをまあ、生かせるかどうかは置いといてですけれどもね。はい。<laughs> まあ、そういう感じでね、今日のサブチャンネルのあれでございました。例えば動画で言っているのは、動画では言ってなかったけれども、まあ言っとくか、ステッカー作ったんですよ。貝柱ステッカー。ででーん、ででーんつってね。僕はよくこのスマホの裏に入れてるでしょ。これ別販売とかしてないんですよね。販売予定ないのになぜか作っちゃったっていうステッカーでね、結構雑なのよ。 僕のフォトショップ技術が下手くそすぎて、ちょっと縁がちょっと汚いっていうね、そのデザインのまま納品しちゃった、あの、データを入稿しちゃったから、ちょっと汚いんだけど、これはこれで、この安っぽさ、すごくなんかオリジナリティあっていいなと思ってですね、あの、200枚無駄に作ったので、あの、もし街中で僕を見つけることがあったらですね、赤い柱、シールちょうだいって言ってくれたら、あの、無料で差し上げるんで、1枚だけね、1人1枚。まあ 何年で配り終えるかわかんないですけど、もう、もう1年以上かかると思うんだけど、これ配り終えるのに、そんなんやってたら。<laughs> もう、販売も何もしないんだからさ、街で声かけられる,られることもほぼないんだよ、僕。だから、めっちゃレアだと思う、その分。だから、ぜひ見つけたらね、あのー、声かけてくださいね。はい。僕、イヤホンで曲とか聞いてたりするから、声かけられてもワンチャン気づかない可能性あるから、まあ、肩とか叩いてもらえたら、あの、渡すんでよろしくお願いします。 まあ宣伝っていうか、まあ販売もクソもないから宣伝もクソもないんだけど、まあ見かけたらよろしくお願いします。はい、まあそんな感じでサブチャンネルしてデレルでした。みんなのあの、なくし物もね、まあ見つかると思うんでね、安心してくださいよ。お疲れっす。あざっす。じゃあね。